皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。本日4月28日の県内新規感染者数は181人、ゆっくり増えて今少し横ばいかなといった状況となっています。去年1月からのオミクロン株の長い目で見ましても、今はすごく長く落ち着いており、去年6月の頃よりも少し低い安定した状況です。5月8日からは、全数把握が終わりまして、県内139の定点医療機関からの報告となります。こちらの定点医療機関の白い、グラフと全数報告の赤いグラフ、ほとんど県内同じですので、これからも正しく感染状況が把握できると考えています。入院状況も現在27人入院、重症お一人、中等症合わせて14人と大変少なくなっています。ただインフルエンザだけはまだなかなか上下して感染者が落ち着いておらず、もう少しインフルエンザの注意は必要となります。現在コロナウイルス本県はレベル1感染症候機で安定しており、コロナ受け入れ病床も発熱外来も逼迫はございません。しかしながら医療機関の受診時や高齢者施設医療機関の訪問時のマスクはお願いしたいですし、重症化リスクのある方は混雑している電車バスの車内や人混みでのマスクをお願いしたいです。で、個人の判断でマスクはもうしないよといった方も、咳やくしゃみが出るときにはハンカチや袖口で口元、鼻を覆ってください。私のこの毎週の動画の配信も、コロナウイルスが5類感染症になることによって本日で一旦終わりとなります。どうもありがとうございました。またもし感染者が増えてくる場合や新しいワクチン接種が始まった場合にお知らせの動画を作りますので、どうかよろしくお願いします。